兄が離婚することになった。私の兄は、妹の私が言うのもなんだけど、有名私大を卒業後、日本を代表する某企業に就職した。その兄の婚約後、とある居酒屋で彼氏と飲んでいたら、兄の婚約者が友達を引き連れてやってきた。当時の彼氏のことは、まだ家族に紹介してなかったこともあって、見つからないように、とっさに顔を伏せたので、向こうにも気づかれず、割と近くの席に腰を下ろした。盗み聞きするつもりはなかったと言えば嘘になる。でも、彼女の声はもともと大きく、よく通る性質なので、彼がというワードが聞こえた時から、ああ、兄のことだなと思って、聞き耳を立ててしまった。最初は、一緒にいた友達たちと、おめでとう、ありがとう、お式の日取りは決まったの？まだ、みたいな話だったが、友達らしい女性が、でもびっくりしたよ。全然今までと違うタイプの男だし、って言った後の彼女の言葉に、愕然とした。結婚と恋愛は違うじゃん。これはまあ同意できるが、夫が〇〇大卒ですとか、〇〇勤務です、とかかっこよくね。親父がそこに勤務してるなら、食いっぱぐれねえから話すなって言っててさ。話すわけねえじゃん。貧乏男は米米で懲りたわ。エッチも下手だけどさ、金稼いでくると思えば我慢できるわ。あははは、とか言ってんの。別の席で飲んでたサラリーマンたちが、ぎょっとして怖えなとか言い合ってるのまで聞こえた。彼女がトイレに立った隙に店を出たけど、これを兄に伝えるべきかどうか、すごく迷った。うちに、結婚の挨拶に来た時と、言葉遣いから何から、全然違ったから、別人だったら、どんなに良かったかと思った。いっそのこと、その場に出て行って、平手の一発でもすればよかった。結局、兄には言えなくて、母に相談した。母はびっくりしてたけど、そういう結婚観もありだとは思うって。ただ、その言葉遣いから感じる品の悪さが気になって嫁になるには抵抗があるらしい。それで母から兄にこのことは一応話すと言ってた。その後どう判断するかは兄に任せるって。で、週末うちに来た時に母が兄に話したらしいんだが、その後兄が私の部屋に来て、お前余計なこと吹き込むなって言われた。お兄ちゃん知ってたの？って聞いたらアホか。そんな女じゃないよ。人違いだろって。結局、兄は、そのまま式を挙げ、その女と夫婦になった。が、たった2年で離婚するって。原因は兄嫁の不倫。だろうねわら。打足だけど、自分の兄がエッチが下手って、知りたくない情報だわ、しょぼーん。